もそも、なんだって。巨人の体内から俺が出てきた。何言ってんだ。どういうことなんだそれは。あれは夢じゃなかったのか。もしそうなら、この服のない部分は腕が生えたってことだぞ。それはまるで巨人じゃねえか。そんなバカな。なんで俺が。なんで。もう一度問う。貴様の正体は何だ。とにかく答えを間違えるな。死ぬのは俺だけじゃない。そうだ、俺は昔からお前らと同じ人間です。そうか、悪く思うな。仕方ないことだ。誰も自分が悪魔じゃないことを証明できないのだから。エレン、アルミ、上に逃げる。よせ。エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。この鍵をずっと肌身離さず持っているんだ。そして見るたびに思い出せ、お前が地下室に行かなくてはならないこと。この注射のせいで今からお前に記憶障害が起こる。だから今説明してもダメなんだ。いいか、ウォールマリアを奪還して必ず地下室にたどり着くんだ。この力はその時役に立つはずだ。使い方は彼らの記憶が教えてくれるだろう。エレン、いつか地下室に行けば真実がわかる。辛く厳しい道のりだが必ずたどり着くんだ。ミカサやアルミ、みんなを救いたいなら、お前はこの力を支配しなくてはならない。え